こんにちは。今日はこの子供チャレンジプチ優しい気持ち号を読んでみようか。じゃあ始めます。痛いの痛いの飛んでいけ。島次郎のお母さんが洗濯洗濯ルンルンルン、ゴツン、テーブルにぶつかっちゃったみたいだね。あ、お母さん大丈夫？お母さん、僕が痛いの取ってあげる。痛いの痛いの飛んでいけ。絆創膏を貼ってあげるね。ぺったん。島次郎のおかげで痛いの飛んでいったね。島次郎優しいね。ありがとう。次は動物の親子。おでこにタッチ。あれれ？お熱があるのかな？ライオンさんの親子だね。次はキリンの親子。頭をいい子いい子。次はヒョウの親子。なでなでいい気持ち。ゾウさんの親子はみんなでお散歩、のっしのっし。スズメの親子は大きな口であーん。ゴリラの親子は優しく抱っこ、ぎゅー。パンダの親子は一緒にご飯をむしゃむしゃむしゃ。ウサギの親子はほっぺにチュ。イノシシの親子はお母さん大好き。ホッキョクグマの親子は内緒のお話、こしょこしょこしょ。次は元気になーれ。ここは病院。島次郎は風邪をひいてしまったみたい。ごほんごほん。待合室では静かに待とうね。あ、島次郎がくしゃみしちゃった。どれどれ、見てみよう。ポンポン。お熱を測ってみましょうね。冷たいシートをおでこにペタン。おかゆを食べて元気になろうね。島次郎にお薬をあげましょう。はい。ごっくん、飲めたかな？いい子いい子。島次郎すぐに元気になりますよ。島次郎元気になったみたい。ママありがとう。次は、かわいいな、赤ちゃん。僕が公園に行ったらね、ちっちゃな赤ちゃんがいたよ。わーい。わいわい、赤ちゃんだ。おててぷくぷく、かわいいな。あんよパタパタ、かわいいな。僕がそろっとなでなでしたらね、そーっとなでなでしたらね、赤ちゃんにっこり笑ったよ。わーい、わいわい、うれしいな。お口パクパク、かわいいな。ほっぺぽよぽよ、かわいいな。赤ちゃんかわいいなって言ったらね、お父さんニコニコ言ったんだ。うちにも赤ちゃんが生まれるよ。わーい、わいわい、嬉しいな。本当に本当に生まれるの？名前は花ちゃんに決めたのよ。もうすぐ島次郎もお兄ちゃんね。お母さんニコニコ言ったんだ。わーい、わいわい、楽しいな。わーい、わいわい、嬉しいな。これでおしまいです。